マットは日本のミュージシャン、ブライダルモデル、タレントである。東京都世田谷区出身。有限会社ライフイズアート所属。本名、桑田正史。父は桑田正美。兄は桑田薪。叔父は桑田泉。桑田正美の次男。7歳の時、父が肘のリハビリのために弾いていたピアノの影響を受け音楽を始める。中学校に進学すると、 音楽活動に専念するようになり、ドラムフルートアルトサックスを担当した。堀越高等学校では吹奏楽部に所属し、アルトサックスを担当。3年時は部長となり、アルトサックスソプラノサックスを担当。団長として参加した第52回東京都高等学校吹奏楽コンクールで金賞を獲得した。高校卒業後は、 オービリン大学の芸術文化学群音楽専修に進学。2020年9月30日より音楽活動時のアーティスト名をマットローズに改名した大学1年生の時にブライダルモデルとして活動を始める。2017年頃から桑田雅美の息子ということを明かしてテレビのバラエティ番組にも出演するようになる。下記の CM 以外でもテレビで父と共演している。 美容フリークとして知られる。マットカと呼ばれるメイクが話題となっており、ベストコスメティックスアワーズ2019で最もニュースな美容人2019として表彰された。2020年4月21日、日本テレビ系、超ドル、サンマゴ店に出演した際に、独特なメイクが父のクワタマスミに公認されていることを明かした。プロ野球選手である父の、 野球をやれば体力づくりのみならず、礼儀、努力、仲間との協力などすべてを学べるという考えのもと、小学生になると野球を始める。本人はあまり乗り気ではなかったが、小学校卒業までは続けなさい。その代わり卒業したら自分の好きなことをしていい。と父に諭される。言われた通り6年間続け。 卒業を迎えると、すぐ野球をやめ音楽に専念する意志を父に告げる。父としては6年やれば野球が好きになって卒業しても続けるのではと期待していたが、好きなことをやっていいという約束の通り、頑張りなさいと背中を押した。ありがとうございます。